はい、速塾の久保です今日もね、クレジットカードの秘密をどん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 暴いていきますんで、お楽しみに。今回はね、クレジットカードヒストリー、いわゆるクレヒストリーやつですけども、これどういうことかっていうと、あなたの信用をですね、クレジットカード上の上信用をどんどん引き上げる7つのコツをお届けしようかと思います。えクレジットカードー類に関しましてはですね、 まあよくね、所定の審査がございますというふうに書かれていると思うんですけども、その審査の内容がよくわからないっていうところなんですよ、ただ、いろんな情報を集めていくと、多分こうなんじゃないかなっていうのが7点にまとまりましたので、皆さんにお役に立てると思います、まあ、このクレジットカードっていうのはですね、うんとこの CIC という情報機関とか、全国銀行個人信用情報センターとか、日本信用情報機構っていうね、この大きく分けて3つの情報機関が、クレジットカードヒストリーを構築しております。 それぞれぞ、ね、調べてみてみくださいででではすすねこっから本題ですよクレジットカードヒストリーあなたの信用度をどんどん上げるためにはどうすればいいのかということなんですけどもまずはですねカードの利用金額ですよね、うん、ここがですね非常に大事になってきます 決済額を増やすことはプラチナのやブラックのインビテーションを受けるための鉄則と言われているんですけどもカードの利用枠が大きい方が良いんですよねだから買い物はできるだけカードでするとかできるだけ主力の1枚のカードに決済額を集中させるということになってきますこれがこの2つがですねクレジットカードヒストリーを作るための第一歩になってきますんで分散していろんなカードで使うんではなくて1枚のメインのカードを 作ってですね、そこで徹底的に使い倒してください、なるべくたくさんの金額を、ねまあ、必要ないのは勝ちだめですよあの、ほとんどのものがカードにまとめられるようでしたらカード、その1枚のカードをどんどん強化していってです、ね、月間の使用枠を5万円よりは10万円、10万円よりも20万円というふうにしてしっかりと払い続けることだと思います。で次がです、ね、カーードローンの利用枠ですよね うん、でクレジットカードにはですねカードローンといってお金を借りたり分割で購入できるシステムがあると思いますけどもこれ両方とも借金と同じなのでどのぐらい残債が残っているか借金が残っているかっていうのは非常に大事になってきます。なるべくこれをですね 返すすことなんですよあなたの購買力、支払い能力がここでカード会社の方に行きますんで例えば300万円の車をね一括で購入できる人と60回払いで購入した人では支払い能力に差があるというふうに判断されますんで一括で払えるものはどんどん一括にした方がいいということですよね。はい、で、支払い遅延の回数ですね、えー、クレジットカードっていうのは後払いができるのが便利なところなんですけども、それはあなたに信用があるからなんですよ。 で信用がなくなってくると後払いの仕組みがどんどん,どん,どんなくなってきます、うん、分割ができなくなってくるということもありますよねそういうことでありましたら、ね、やっぱ支払いの遅延をやっぱりなくしていかないといけないですしカードの支払いが遅れてもすぐに払うということを繰り返していってください。えー、絶対ダメなのが、ね、あの踏み倒しです 督促が来てもずっと払わないっていう状態私もありましたけどもこれがですね長いことを引くんですよ私はあのトイザラスのカードとかねツタヤのカードすら作れなかったですからね、まあ、そういうことにならないようにお気をつけください、はいえー、以上ですね、まあ、7点ほどにお,とおまとめしたんですけども参考になったでしょうかそれではまた次回もねよろしくお願いしますお楽しみに